式に誰も来てないんだよ。え、親族しか呼んでない式なのに、なんで親族が来ないんだよ。あんたが何かしたんだろう。あんた、式って今日だったの？そうだよ。ゆかちゃんの両親にも電話つながらないし、おばさんにもつながらない。あんたが何かしたとしか考えられないだろう。私の名前はのぞみ、51歳。私には一人息子のマサトがいるのだが、息子は私のことが嫌いだ。またそんなみすぼらしい格好で出歩いたのかよ。恥ずかしいからやめろよな。日頃からこんなことを言ってくる。夫は息子が小さい頃に他界し、懸命に子育てをしてきたつもりだ。いろんな仕事を掛け持ちして、なんとか大学まで卒業させたが、自分にお金をかける余裕はなかった。そんな私を友人に見られたくない息子は、私に外に出るなと無理難題を言ってきたものだ。そして私は無理がたたり、今ではフルタイムで働けない。一人の生活をなんとか持ちこたえられるほどのパートに出るのみだ。そんな生活をしている私も、息子はまた毛嫌いするのだ。息子は大学を出てからこの家に寄りつくことはない。しかし数年ぶりに息子が家に顔を出したのだ。あら、おかえり。は、別にここ俺の家じゃねえし、おかえりとかうぜえから。そちらのお嬢さんは？どうも、ゆかです。こんにちは。ゆかちゃんは俺の婚約者だから。あら、まあ、マサト、あんた結婚するの？ああ。それはおめでとう。結婚式はいつなの？は、なんでそんなこと聞くの？だっていろいろと準備があるでしょう。いや、あんたは呼ばないから。え、だって受ける、その顔。マジでマサト君の言う通りだったね。この人めっちゃ幸薄顔だろ。だから言ったでしょ、俺は嘘なんてついてないよ。私を蔑んで二人で盛り上がっている。今日ここに来たのは、ゆかちゃんがあんたを見たいって言ったからだ。俺はあんたのところになんて戻りたくなかったけど、ゆかちゃんが親に会わせないなんて隠し事がある証拠って言うから、俺が本当のことを言ってるって分かってもらうために来ただけ。っていうか、結婚式呼んでもらえるとでも思ってたんですか？マサト君、ゆか、こんな人が来るの嫌だからね。分かってるよ、俺も嫌だし。じゃあそういうことだから。二人は言いたいことだけ言ってさっさと家を出て行った。そうか、息子は結婚するのか。おめでたいことだ。でも私は式には呼ばれない。散々罵倒されたが、そんなことよりも結婚式という息子の晴れ舞台に呼ばれないことがショックだった。これまで懸命に息子を育ててきたつもりだ。だからといって感謝をしてほしいとか、そんなことは思っていない。私自身望んで子供を授かり、望んで子育てに邁進した。子供を育てることは親の義務だと思っている。それでも私は息子に相当嫌われていたようだ。そんな現実に涙があふれる。しかしこれも私の人生だ。せめて息子に迷惑をかけないように生きていこうと思った。それから1週間ほど経っただろうか、妹から連絡が入った。お姉ちゃん、マサト君結婚だってね。おめでとう。ええ、そうなのよ。ありがとう。お姉ちゃん、留め袖持ってなかったでしょ。私のでよかったら使ってね。ありがとう。でも大丈夫よ、借りる必要はないわ。あはは、何、気合い入れて仕立て済み？違うわよ、私は式に呼ばれてないのよ。え、私が事の顛末を話すと
妹はとても驚き憤慨していた。じゃあ何？お姉ちゃんは呼ばないけど親族には声をかけたってこと？そうみたいね。何それ、マサト君、反抗期なだけかと思ってたけど、それはタチが悪いわ。いつものことよ。もういいのよ、あの子が幸せであれば何も言うことはないわ。あのさ、私前々からお姉ちゃんのそういうところ指摘してるけど、何でもかんでもすんなり受け止めるのやめなよ。自分の息子にありえないこと言われたんだよ、普通怒るでしょ。言えないわよ、あの子には苦労をかけてきたもの。お兄さんのこと？ええ。お姉ちゃん、片親でも親のことを大切にしている人はいくらでもいるよ。お兄さんが亡くなったことで雅人君も辛い思いをしたと思うよ。だからといって何でもわがままが通るわけないよね。お姉ちゃんさ、いい加減ビシッと締めるところは締めなよ。そうね。まあ私は子供がいないから好き放題言えるのかもだけど。そんなことないわ、子供のいない人の意見私にはためになるわ。とてもフラットな意見をくれるからね、ありがとう。私は妹に叱咤され、自分の子育てを振り返る。私は息子を片親にしてしまったことをどこか悲観的に見ていたのだろう。息子には不憫な思いをさせたくないという一心で育ててきたが、それが彼の性格を歪めてしまったのかもしれない。しかし今さら悔い改めたとしても遅すぎる。息子がああなってしまった責任の所在は私にある。息子に二度と会えないとしても、それは私が引き起こしたことだ。受け入れるしかない。そして息子の結婚話から数ヶ月、私の生活は落ち着きを取り戻していた。しかし、もう二度と会うことはないと思っていた息子が再び私の前に現れたのだ。しかも相手のご両親を引き連れてだ。突然すみません、結婚式のことでお話がありまして。息子はゆかさんの父親の後ろで無然としている。マサト君から聞きましたよ、どうして式に出席なさらないのですか？はい、ゆかさんの父親の発言を聞いて全てを理解した。息子は私の意思で式には出席しないと彼らに告げたのだと。息子たちからどのように聞いたのかは存じませんが、私は息子とお嬢さんに式に来るなと言われたまでです。二人はとても驚いた表情をしている。私みたいな幸薄顔には式に来てほしくないと言われたので。そもそも式がいつ行われるのか、どこであげるのか、私はそれすら存じ上げません。おい、黙れよ。マサト君、お母さんに向かってなんて口の利き方するんだ。いや、でも。パパさ、なんでそんなに怒るの？マサト君は本当のことを言っただけじゃない。ユカ、お黙りなさい。なんで？だって、このおばさん、幸薄顔じゃん。あなたって子は。お前たちの態度で分かったよ、マサト君のお母さんの言ったことが真実だね。だって本当のことじゃないですか。こんな人が式に来たら俺恥ずかしいですよ。君は何も分かってないね。お母さん、申し訳ありません、娘が無礼なことを口にして。私から申し上げることはこれ以上何もありません。お引き取り願いますか？ゆかさんの両親は深々と頭を下げ、二人を連れて帰った。私はそんな彼女の両親を見て、息子たちは今度どうなるのかと疑問に思った。自分の子供は可愛いはずだ。このまま私が式に参加しないことを了承し、結婚することを許すのか。そんなことを考えていた。そして2週間後、すべての答えが出るのだ。
その日、私はスーパーの買い出しに出ていた。マサト君のお母さん。青果コーナーで品定めをしていた私は振り返る。あ、どうもご無沙汰しております。いつもこちらのスーパーを利用なさってるんですか？はい、あなたもですか？そこから立ち話をしていると、登山が共通の趣味であることを知った。そして、お互いに子育てを間違えたという話から、会話に花が咲き始め、気がつけば自宅でお茶でもしませんかという話に発展していた。家にお邪魔すると、ゆかさんの父親は驚きながらも、快く迎え入れてくれた。驚くことにゆかさんの実家はうちの近所だった。3人で登山の話をしていると大いに盛り上がり、これから庭でバーベキューをしましょうという。さすがにそこまでご一緒するわけにいかない、と思った私は遠慮したが、盛り上がっている2人はいろんな人に参加を求め始めた。そして、わさわさと集まってくる人たちに圧倒されながらも、とても楽しい場となっている。するとそこに、妹家族がやってきた。私が連絡したんです。彼女はニコニコと話す。妹さんと私は高校の同級生なんですよ。え、そうだったんですか。世間は広いようで狭いですよね。すると私のスマホが鳴った。なぜか私のスマホが鳴ると皆が静まり返る。どういうことか。そろそろかかってくることだと思っていたよ。確か彼らの結婚式は午後からだったな。私は戸惑いながらも息子の電話に出た。おい、あんたが何かしたのか。ゆかさんの母親が横から私のスマホを操作し、スピーカーフォンに切り替えた。何のことよ。式に誰も来てないんだよ。え、親族しか呼んでない式なのに、なんで親族が来ないんだよ。あんたが何かしたんだろう。あんた、式って今日だったの？そうだよ。ゆかちゃんの両親にも電話つながらないし、おばさんにもつながらない。あんたが何かしたとしか考えられないだろう。どういうことか。妹夫婦は今目の前にいる。そしてゆかさんの両親の知り合いたちがここにはいる。マサト君、私だ。え、お父さん、どうしてその人と一緒にいるんですか？今日は私の家でバーベキューをしているんだよ。どういうことですか？今日、俺たちの結婚式だって知ってますよね？ああ、もちろん。行きたくないから行かなかっただけだよ。親族もみんなこちらのバーベキューを楽しんでいるよ。ちょっと、パパ、どういうこと？早くみんなを連れてきてよ。行かないよ。お前たちは自分たちのしたことを反省するように。ちょっとお父さん、お願いしますよ。マサト、あんた本当どこまでも俺の人生の邪魔するんだな。本当に迷惑な存在だよ。マサト、あんたはもう私の子ではないから、好きに生きていきなさい。私はね、あなたに結婚式に来るなって言われてわかったの。もうあなたには私が必要ないことがね。だからお望み通り、あなたを捨てるからもう二度と連絡よこさないでちょうだいね。は。ちなみにゆか、あなたもだからね。もう私たちに娘はいないから、二度と家の敷居をまたがないでちょうだい。ちょっと待って、ママ、そんな困る。式場のお金だって私たちだけじゃ払えないわ。自分たちで何とかしなさいね。あら、やだ、ごめんなさい。お母様のスマホなのに勝手に切ってしまったわ。大丈夫ですよ。それよりこれは。混乱している私に彼らは全てを教えてくれた。二人の結婚式が今日であったこと。そして事前に二人の暴挙を親族に話し、二人にお灸を据えるため式には行かないことを決めていたという。
ただ私とスーパーで会ったのは偶然で、その時にゆかさんの母親がみんなを集めることを思いついたそうだ。でもまさか共通の趣味があるなんてね。今度一緒に山登りしましょうね。はい、ぜひ。その後私たちは一緒に登山を楽しんでいる。息子はその後も連絡をしてきたが、私は電話に一切出ていない。家にも何度か訪ねてきたが、息子は大学へ入るときに戻ることがないのだから鍵はいらないと言い、鍵を持っていない。だからどんなに訪ねてきても家には入れないのだ。ゆかさんの両親の話では、あのあと式場にかかった費用の200万を返済するため、二人はどちらが払うか揉めに揉め破局。結局双方100万円ずつ借金をして式場に支払ったそうだ。ゆかさんが助けてくれと自分の置かれている状況を二人に話したようだが、二人は手を貸すことをしなかった。あれから2年の月日がたち、息子から一言ごめんとのラインが入った。しかしこれが何をもっての謝罪なのかはわからない。心を入れ替えてくれたらと思うが、しばらくは様子を見ることにする。今でもたまにゆかさんの両親と登山に行くことがある。私は私なりに人生を満喫しているのだ。よくもまあ親にあんな口が聞けますね。のぞみさんももっとビシッと息子さんに言っていいと思いますが、それぞれの家族にはその家族にしかわからない何かがあるんですかね。いつか関係が再構築できるといいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の物語はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録お願いいたします。では次のお話でお会いしましょう。